今回はこれ、スーパー土日中になっちゃったんですけど、一つは雲、うん、これちょっと釣ってみたくて今日はリグってみたんですけど、あとこれ新製品、山たぬき、そしてピンク、やっぱねピンクはね釣れますから。なんでこの山たぬきと雲、この二刀流、これでちょっと今日はやってみたいと思います。いきます。チュー、超リアル雲、リアルだな、マジ雲だわ。ポフ、うお、びっくりした、おお、何今の、狙ってきたんかな、あんな経験は初めてねえ、そんな雲ってアグレッシブに出るのみたいな。ちっちゃいなおい、食えねえだろ。山たぬきって一体どうやって使うんだ、ちょんちょんかな、うねうねしながらフォールするね。オッケー、よっしゃ、あぶれ、オッケー、山たぬきすげえなおい、しかもまあまあでかかったね。うん、あれなんでこれ食わなかったんだろう、クモ。抜き上げちゃうぜー、やれ、ほい、山たぬき、よっしゃー、山ちゃん、ははは、やったぜ、山たぬきいった、スイミング、スイミング、うん、スイミングフォーンってやってたら、さっきの小バスと同じスイミングさせてたら、ちょっと結構パワー集れた、あぶねー、よし、やり、うわ、雲で釣れるかなと思ったけど、フォローで山たぬき持ってきてよかった、よし、新製品釣れる説。そうですね。うん。使い始めてだと3分ぐらいじゃないですか。そうだよね。まあ一発流して、うん。魚いることを確認した上でフォロー入れてみようつって。新製品。ちょっとね、フックのサイズこれいくつだろうね。10ぐらいかな。10ぐらいのような気がする。ちょっとね、トランクにポーンって。落ちてたの使ったんで正直ちょっと分かってはいないんですけど、やっぱこの簡単に釣れるのが新製品パワーだと思う、やっぱり。あ、見てないからまだ。だからね、 MMG 本当は使いたかったんだけど見てなかったんですよね。なんで山たぬき、これはなんか変えたから、あ、これもケースで、これもケースで変えたから、よし、わあ、あー、なんかこう左右に揺れながら落ちるんだね。うん、さっき釣れたのがこのスイミング、スン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 って、このテールをプルプルさせながらやってたらブンって釣れた。ちなみにじゃあ逆立ちしたらどうなるのって、ね、ちょっと気になるよね、新しい製品って。うん、バックスラこっからでしょ、やるならこっからバックスライド、これどうなのっていうはい、完全逆だし、横からよく見てみて、よく見てこれは一体どういう、バックスライドするのかなっていう、そういう話ですよね。
新製品は試してなんぼ。さあどうだ。ん、気持ちバックスライド。スライドするよね。ほら戻ってるもんちゃんと。じゃあこれのスイミングは、やべ、お、追ってきてる。なんかやっぱ追ってきたよね。食われたな今。ブルーギルかな。いい動きしてんじゃないこれ。これ首振るわ。首振る。ほら。首振りますね。やべ、ヤマタヌキの新しいのを見つけちゃったんじゃない。この刺し方してるのあまりいないんじゃないかな。さすがにこんな。そんなバカなっつって、作った人もまさかと思うよねきっとね。そんな使い方しますかっつって。山狸は無限の可能性秘めてますね。めっちゃ風出てきたっすね。出てきた。たださ、この山狸すぐ釣れたね。すごい。やっぱ俺が、やっぱこれは新製品パワーだな絶対。まあ熊でも惜しかったですけどね、正直、正直なところ。ただ今回ヤマタヌキに軍配が上がりました。私なんかまあ正直ね、フックこれ多分ちょっとトランクにマジで落っこってたの拾ってすぎちゃってたんで、サイズ表記分からないんですけども、さっきなんか調べたところ10がいいらしいです。全然分かんなかったけど、まあでも確かにこのサイズ感だったら10だよね。うん、しかもここにちゃんとあのくぼみあるから、この刺してないけどこう隠れてんだよねちゃんとね。うん、すごい。しかも両側ついてるから多分両面、ちょっと片側やられてももう片側で一度で二度おいしいみたいな、多分そんな感じだと思います。ヤマタヌキとりあえずね、なんかあっちゅう間に釣れちゃったから、正直ねまだヤマタヌキすげえってことしか分かってない。あとちょっと面白かったのがこのバックスライドって、正しい使い方かどうか分かんないですよ。分かんないけど、このまさかのここから刺しっていうね、ここから刺しちゃうから、こっから刺しちゃうから、こういうね未知の使い方もなんかボーリングのピンみたいだね。ボーリングのピンみたいな使い方。でもこのバックスライド、ちゃんとバックスライドしたし、なんかなんならちゃんとドッグウォークするっていうね。実はこっちの使い方もいいんじゃないかっていう、まあこれでまだ釣れたことないんで何とも言えないんですけど、動きは良かったです。はい、なんで今回は新製品ヤマタヌキ、これでなんか釣れちゃいました。なんか何とも言えないな、本当にすぐ釣れちゃったから。ただとりあえずこのフォールは良かった。そして水平で、水平っていうかその横の普通のタダ巻きでちょんちょんしながらタダ巻きが、あのテールがペン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 ってなって、ダートはしなかさせなかったですけど、テールフェン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 であの釣れたんで、多分そういう使い方もよろしいかと思います。はい、というわけなんで、なんかこう結構今多分そろそろ霞ヶ浦回復してきてると思うんですけども、こういうね新製品パワー、やっぱ今多分今めちゃくちゃ多分パワー発揮すると思うんで、ぜひヤマタヌキ使ってみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。